に座ったりとかするとね、ずっと圧迫されてると硬くなってしまって腰痛の原因になったりする場所ですね。ここ。痛すぎる、笑っと笑っちゃうでしょ。ここ。ここ、これだ。じゃあ悶絶整体三つ飛ぶでございます。ここからね、この方ね、あまりね叫ばれなくなってきたので、私の音声でガイダンスしていこうかと思っております。この場所っていうのはね、太ももなんですけれども、椅子に座ったりとか立ったりする時とかにもね、やっぱりねかなりね負担がかかってくる場所になります。で、椅子に座る時だったらここがね圧迫されてしまって、どうしてもね腰痛の原因になってしまいやすい場所なんですね。で、自分でねこの場所をね緩めようと思っても、テニスボールとかゴルフボールとかコロコロしてもね、なかなかやりにくい場所になるんですね。なので私もて整体三つの部も自分でやろうと思ってね、ストレッチボールとかコロコロするんですけれども、なかなか取れてくれない場所になるので、もう一人のね正人先生の方にもねやってもらったりとかします。今日もねこの後正人先生のね、正人マックス整体の方に、受けに行くつもりをしておりますけれどもね、そこでねしっかり緩めてもらって、やっぱりね、ここを緩めて全身を緩めていくような感じをしていっております。で、ここをやっぱりしっかりしてあげるとね、本当にね腰痛とか、あと膝痛、あと何ですかね、足のだるさ、あとね背中の疲れなんかもねしっかり取れてくれるんですよね。本当にねここの部分大切で、以前ね来られたね右の肩から脇腹まで痛いっていう方もね、ここのね右のね太ももが原因があって起こってたりとかしたので、意外とね皆さん背中がねなかなかやっても取れないとかいう方がおられるのであれば、このね足に注目してあげて、足をねしっかり緩めてあげるっていうことをちょっとねご自身でもされてみてください。でされてね、なかなかできなかった、まあねどうしても近くでやってくれなかったっていうような方がおられましたら、もうねコロナも明けましたし、ぜひ奈良の方悶絶整体三つの部までね、痛みにね、耐えれる方はぜひ来ていただければいいんじゃないかななんて考えております。で、こうやってねしっかりね押さえていくとね、後ろの筋肉、ハムストリングがねやっぱり重要なんですよね。この重要なハムストリングをここまでしっかり緩めてあげることで、体の疲れっていったというのはね本当に取れてくれますから、皆さんもねここをね自分でねやってみてもいいですし、またなんかねストレッチをするときもね、ここのねストレッチのやり方とか今ねYouTube でいっぱい出ていますから、それをね自分に合うやつやのやり方をやってあげると効果的ですから、ぜひぜひやってあげてみてください。こんな感じでね、グイ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 と押さえていくのが悶絶整体三つの部のやり方ですよね。で、めっちゃ押してるでしょ。まあそれだけねこの方はね腰痛がきつかったんですよね。で、腰痛がきつい方っていうのはやっぱりここが硬くなります。私もね結構ねここが硬くなっちゃって、立つ時にあいたたたたたってなっちゃうんですよね。だからねここを、ねタイツ履くがちょっと考えてます。最近ね締め付けるタイプの腕輪とか腕の、アームガードですか、のとかをつけてあげるとね、施術するのもすごく楽になってくれたので、ちょっとねそれをねやってみようかななんて思って、やりながらやってます最近はね。
さあこっち側どうかな、ちょっと待ってね。ガチガチですね、ここ。痛み減ってきたでしょ。足の筋肉っていうのはね、
外側、内側、外側、前側ってついてるんですね、はい、この外側もしっかり緩めてあげるとかなり効果的なんですね、はい、で私がわざわざ説明するってことは痛いってことですから頑張ってね。はい、ここあ、おだいぶ痛さ減ってきましたね。はいはい。